お疲れ様です。今日はですね、今シーズンの最強的2種類紹介していこうと思います。早速ね、1つ目、こちらプリンセスロケです。はい、何回ももう紹介した気がするんですけど、まあ、バランス調整が今シーズンね別に来てないので、はい、環境変わらずって感じかな。前シーズン強かったやつはそのまま強いですよっていうので、まあ、1つ目はねこのプリンロケですね。で、2つ目も紹介しちゃうと、こちらモンクロイです。はい、ロイジャイ。でも文句がないロイは正直そんな強くないかなと思います。文句の反射で、まあ、テスラちょっと無効にしつつ、まあ、リトプリやプリンセスもにも反射しつつみたいなのができるんで、まあ、この流行りのテスラデッキですねに対して戦える手段っていうのがね、マジ文句とか、まあなんだろうなでない、その強すぎる、そのこの進化テスラが本当に壊れすぎてて今、あとダガーか、そうダガープラス進化テスラで本当に全てを守れてしまう時代がね今来てます。そう、防衛最強時代ね。うん、まずまずすぎはする。そうだから、まあ、本当に使うなら、まあ、一旦このデッキを極めとけばなんとかなるんですよね。まあでも多分ダガガールがもう下方来んのかな、はい、みたいな情報が出てるんで、まあ一旦下方来るまでの最強ってことで、まあ一旦使うならこれかなっていう、はい、ロケ削りで守るだけっすね。突破されないんでね、これどう考えてもできないで、はい、マジでこれ終わってる本当にこのプリン削り終わってる。そう、強すぎます。だから前シーズンの何人いたんだ、世界トップ10フィニッシュのうちのマジ6、7人ぐらいはこのデッキ使ってましたね。そう、世界トップ10の6、7人、これってどんな偏りっていう、偏りすぎではあるんですけど、でまあ3人ぐらいがさっきのロイジャイかな。あと1つか2つ違うデッキいたかどうかみたいな感じですね。うん、マジ記憶いないぐらいだ。まあイテラバとかその辺はいたかもしんないけど、どうだろう、なんか本当に前シーズンこの2種類ぐらいしかいなかった気がする。よいしょ打っちゃう。そう、デリバリーホグね。まあダガーなんでね、盾がいるよねっていうので回すんか。これ進化アイスピー進化アイスピーだよな今の。さあ、まあ、プリン警戒か。進化アイスピーマジでかわいそうだな。無能にも程があったなプリンなんか左向いてほしかった。さあ、なんかワンチャンの事故だけ怖いよ。さあ、でもこれも結局ねテスラもう強すぎるんでね。よいしょ。さあ、でデリもあるんでガーディアンもいらないでしょう。で、次またテスラがあっていうね。絶対突破されないんでね。あれ絶対突破されないんでね、基本は。おや、おもろくなったか。いや、でも絶対大丈夫なんだよな。よいしょ。まあ、今みたいな、その、変な理由と強制ない限りは、相手の攻め通らないんで。基本的には、まあ、ビビってウッドまでやっちゃうんですけど。さあ、ロケ打ってテスラ置いてかな。端前は着衣だけ負け筋かな。まあロケ2発って回るのか、怪しいかな。まあリトプリを出しといてもいいな。お、怖いね。そのすけ残るんや、熱いねさあ、進化テスラもあるんでロケットかまして、ウッドで落ちないか。まあ、こっちに逃げちゃうのもね、これまた強かったり。さあ
ほぼロケというか、まあ、ロケットとプリンでしか削れないんで、こうなっちゃうか。まあ、守れるんでね、ほんとテスラ嫌すぎる。顔が早く来れば解決ではある。マジ強すぎるんでね、突破されないんでね。まあ、強いて言うならば、ラバが相性悪いぐらいかな。まあ、個人的にもだし、なんか、海外勢の、ね、このデッキ極めてるやつか。まあ、モハメドライトとかも、ラバデッキにはボッコボコにされてたな。まあ、ラバはきついかな、ぐらい。あとなんだろう。あの何がきついんだろう。わかんねえ。チョスケマザニクトリトン。ロイホグ。やばい、その変なルート。なんか序盤の、やべ入っちゃったみたいな、大きなダメージも避けたいな。基本的になんか 1-0 で勝たなきゃいけないんで、守る以外の道ないんでね。重量級にワンパンされるのだけマジ気ぃつけたいね。さあスケ、今日スケロイホグ、ヤナアメかな。呪文何でもあるか。一応ヤナアメの可能性もあれば、ボイドが入ってる可能性もあるか。なんかまあこういう方やだな、普通に。でマザネク来ちゃうんで、俺してんテスト連盟したら低めのスケにして、まあリトプリがややもったいないが、まあロケなんで、ちょマジあのマザネクだけの事故を気をつけたいけど、進化テスラで全てが解決しそうでもある。はい、なんかすんごなんかめんどくさいの来たの。やばい、ロケコね。攻めちゃう。ナイトリトプリでね。ザッピエなんかいっぱいいんな。2500ね。どんなちまちました戦い方で戦えんや、これ。いやプリンなんか攻めで使えたらまずそうだけど使っちゃおうっつって、ロケコがめんどいな。いてんだよ、地味に。まあ地味に痛すぎる。フフフ、いやじゃあなんかまずいなこの感じ、怖すぎる。でも全てを守ってくれんのがこいつ。ぶっ壊れ。えぐい。なんか余裕あるんで、ロケ打っちゃおう。マジあいつだけやだ。やばい、もったいなすぎる。まあ、ロケコだけね、負け筋でテスラ延命してあげて、キンキ知ってるわ。やべえ、ジュワいやマジテスラ置いてプリン出したけども勝てそうだな。いやさすがにかごめんなさい俺の脳もカシマイプリンしかないんですよ、許してくださいよ。カシマイプリンしかないんですよ、俺そっちじゃねえって。やばすぎる。いやもうテスラも強えなこれこのテスラやばくない、こんだけ置いとくねんっていう。はいいやマジやばい、やってることは
これが多分正解なんだよな。記念ロケえぐいな。何でも止まってしまう。こんにちはテスラが。先置きになんか損がないもんな。ほぼ損ない。先置きで端前プリンも警戒できるし、最悪ね、高めで。なんじゃこれ。うん、プリンがあれば最高でした。まあ回して回して、なんか初手のスケステパとか LSP も結局なんだろう、基本無駄になるんで、出すなら初手ね、プリン警戒の高めとかの方がいい。やだなこの試合。すんごい試合になりそうだ。いやーマジ終わってる試合が始まるわ、めんどいね。マジでめんどいね。許されるかな。マジ終わっている。いやー延命したかったな。いや待って、ボイドや、なぜに。いや待って、左の方が入んのかよ。え、ロケの枠はボイドか、ウッド、今転がしてこなかったよな。ウッドじゃねえのか、ロケボイド的な。ロケボイド嫌だな、可能性としてはね。もうお互い引きこもりなら間違いない。終わってる試合が始まろうとしてます。まあ来たらエレスケがある。やべ、竹変えちゃいそう、ごめんなさい。これウッドがねえパターンあるかな。警戒されないんだ、熱。いやウッドないね。2発やばすぎるこれ。いきまーす。やばすぎる。まあリットプリ出してチャンピオンサイクルで、まあ、ロケのサイクル早めていって。マジ終わってはいる。ボイドなのがちょっとおもろいな。いやーなんか怖い。ミリ、めんどくさいよプリン警戒するの。でけー、ロケ圏内やね。おい。やばすぎて、なんでこれ、ひどいなんてものじゃねえか。いや楽だけどな、ロケ打つだけでいいから。楽ではある。投げるだけ自体が来てる。いそまる。いそさんやないですか、よろしく。まあプリンいきます。いそまる、レバーオンっつって、よいしょ、強っ。いやもう一発欲しかったな。近畿していいね、この近畿でかい。まあ相手はロイかホグかみたいな思いきや、スケバレゴーレー、そう許さないよ。全然許さない。いやこれエレスプレ全部飛んでくんね。いや絶妙に残んのめんどくせえ。
いやさすがに止まるからのまたハシマイプリンがある。まさかの、なんか怖いなゴレックロね、久々見たな。さあ柳雨もねちゃっかり持ってますよと。いやでも LSP リトプリ進化デスラッシュ、どんな形組まれても止まりそうだけどな、どうだろう、止まんないことあるかな。まあ、一旦テスラ置いてフルブッパー守るか、すべてを防衛に使います。まあ、めんどくさいのがロケ砲かな。エレスピュットを当てれればだけど、当てれなければめんどいことになりそう。当たってくれ。おうおう、ライトニングもね進化のテスラどうなってんだ進化テスラ一体どうなってんだ。やべえ、ミスったと思ったらまあ別にいいのか。右も左も削れそう、諦めたか。ウイナムシ確かにクローンあったら忘れてたわ、そのカードマジで見ないもんな最近ロマンデッキだったんだけどな、俺も好きなんだけどな。クローン、クローンが通る未来が見えないよなこの時代。さあロイの方もやっていきますか。でモンクロイなので、まあ、その文句がね強いんですよ、ダガーガールに対してね。はい、橋渡ってすぐに反射することができれば、まあ、400、500近くね、削れます。15レベルだと。だから文句だけで言ったら削れる。文句の反射を何回すればいいんだ、ほんと10回もしなくていいか、9回、それだけで勝てるんですよ正直。でまあ余裕があればロイジャイで攻めようかなみたいなんで、ファルチューとか出てきたらもう、えファルチューの釜をダガーの顔面に、で橋渡った瞬間に行きたいな。渡らせてください、ワンクッション。うわー、そのいいクッションだな。2回ねスケでエレスピで止めてからのスケで止めか。いやーこれちょっとうまい感じにやられてます、やられてます、やばいです、やばいです。う、あぶね。まあまあまあ耐えまして、なんかやばい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 、一発入る。まあ許すか。さあ迫撃砲ね、ナイトスケーレスピ、いやこれロケですやんいや多分だけどロケなんだよなこの感じは。で進化スケもありそうだな、進化スケ進化ナイト、まあでも進化迫撃もあんのか。はいはい、トルネウッドロケのね引きこもり大戦法ね。いやーまあでもこれフェニーこれ強いよ、この文句ボンバーフェニこの形、よしよしで、ね、無理やりファルチ使わしてね。でさ文句で350年削れてます。いやマジ文句で勝てるかな、よしよしよし。でまあこれはさすがにね一旦耐えますか。進化スケの可能性が、おないとまあこれトリトンで引っ張らずにボンバーであれでもよかったけど、一発も殴んねえの。まあどっちでもええか。まあケツフェニックスからのファルチュー探して、ファルチューは文句でぶち抜くが強そうだな。でなんなら進化ボンバーも添えてあげてさ、えこれめっちゃ強くない？うわー許容とかいう話はねえか。マジ男の許容した、男すぎたかなマジ男の許容したよ許容したんだからマジ頼む、削ってくれ。進化迫撃をね、いやー耐えたんだから結構削りたい。これいやでかいよ、いいダメ入ったんじゃない、この抜いて。うーん怖っ、ロケ来る。まあ、文句でここで一回400削って、
で絶対端前蓋くるんで、うわーいいトレネすぎる。ちょ進化もやりたい。ワンチャンロケ打ってくんねえかな。引っ張りてえ。ん？引っかかってない？どっか変なとこで。ちょマジでボンバーボンバーいつ出そう。マジで変なね、変なって言ったら攻め取るのが怖すぎる。いや一発入る。うわーカチカチや。やばやばい、反射ができない。マジ取り抜くよ。うん、強くなってないやばすぎ、怖すぎる。俺はもう行くしかない。反射で止めてくるよ。はいっと。え、でかいこれ。え、この反射で勝てるぞで、ファイボー274か。で、これタルババなんで削りがちょっと弱いの。タルババの枠別にウッドでもいい、左なんでどうでもいいもうぶん回そうや。はい意外と解体入んでね、このデッキ。タルエレスピボンバーファイボー。やじ攻め取るのが怖すぎる。え、待って、ライトニングだった、まさかの。危ねえ。いやマジで子守デッキや。危ねえ。ガーサーは文句がね強いんですよと。まあ理想は文句ボンバーフェニトリトンもいてもいいな。正直一番いいタイムでそれ組んでワンパン事故結構あるから、フェニ出して足前文句ボンバー。いやマザネクシ負けます。もう一枚ぐらいこれで来いよ誘ってヒーラー。いいな、話違うが。でもこれでさ削れるよ、削れるしマザネコも削れるしみたいな。削れてんのかやばい、豚になる。いやボンバー優秀だね、いいね。いや全然いい。さあこれで本当マジ500入ってますエレスピの感電が入ったかな、削れすぎてる。正直これクリが入っただけでいい、余裕あればロイだけでいい。でトリトンは意外と雑に割いちゃうな俺。でここにエレジャイとかさ来てもなんか他のユニットでぶっ潰せばいいと思ってはいるけど大丈夫かなフフフ。いやもうペッカが餌やん嘘みてえな。相手ちょっとワンチャン狙おうかしてたけどさ、ただの餌だった。で反射してこれで500近く、400かダメージ稼いで、でババが来る。ああ君も文句か、また文句仕分けるんだよな。こっからのババのコストってきつくない？でかっ目細っ俺かよえはい、まあ1本折れますよと。え、あのスタンプかわいいな、持ってんのかな俺あのスタンプ俺持ってんだから。いや持ってなさそう。いや持ってねえな、スタンプ多すぎんてかページ数ありすぎないんやけど、こんな量スタンプ見たことねえもんなでまあ防衛の時ぐらいは進化ボン出してええや。いやなんかすんごいな、嘘みたいな形きてない何これグロいの。でまあマザネコをしばけばいいだけだからな俺、別にこれでも強っ鳥の餌時間腹減ってんだ。はいフリーズね、いかつ。まあなんか高回転フェニーがやっぱ強いな、火力出るしね。フェニックス出すだけで、で文句の反射でね、きつそうだったらロイジェイ追加で。マジ文句の反射でダガーを全て奪えるのがね、まあ、インチキすぎるよね。てか今ダガーしかいないんで、そのダガーに強いのって何ってなった時に、まあ、そのうちなんか1枚が文句な気がしますね。
対ダガーは文句で反射するか、もうね、そのダガーに打たれずに戦うクロスボウや迫撃砲や、まあ、ロケ削れ8枚プリンとか、そのどっちかかな。まあ、だから進化ボンバーとかロケット砲手もダガーに対しては意外といいかもね。ダガーに打たれずに攻撃できちゃうんで、まあ、ロケは微妙か。さあ LSP ね、ウッドね、まあ、ロイもあるしクロスもあるしロケ削りもあるしみたいな、これマジ形組んでこれでこれで8枚びっくり文句強いかな。ケツ文句から組むよりも不意に出すこのね文句の方が良かったりする、俺のイメージ。あー早く固まっときゃよかった。いや固まっときゃな、ロケ反射できたんだけどな、惜しいな。いやこれめっちゃいるぞ、うわー良すぎるナイトや。とかロケだったんで、あー小森やえ、出た、さっき俺がやってたやつや、引きこもり戦法ね。いやこれはもう文句で本当に反射して勝つだけ、ルイジェいらねえかな。渡りたい、よしいやこれでいい。いやマジこのボンバーのダメージでかすぎるからな正直。一発、いやもう一回ちょっかい出しとくか、ワンチャンないときたらボンバーで射抜ける。いやこれねロイ行って、このロイに価値はないんですよ、こいつです。はい、やっべえよこれ、相手ロキウッドだからそんな即処理できないからね。やばすぎ、インチキ最高です。これがえクロスか、変わんねえか。いや文句あってよかった、早めにちょっと固まっとくか。やば、まあ、ちょっとだけね痛いな、まあ、許せるか。1300ね、いやめっちゃクリアンこの流れ。まあさすがに耐えまして、まあ俺はこれおとなしくもう右をね文句でちまちま削るのが正解かな。でクロスはロイで守ればいい気がする。ふふふ、秘技文句削り、マジ文句の反射あと3回と5ぐらいじゃない。よしふふふ、これでいい、なんならファイボ削り。よし、これでいいかな。今のクララは。さあ、文句で削る準備して。まあ、ロイをね、突破されるとやばいね。進化テスラとかで。この文句許してくれんのやばくね。ふふふ。あとファイボ2周だ。回すか、絶対耐えれるもんな、これ絶対いきます。1、2、3、ティンティンティン、やぶね。俺の大嫌いなクロスボンにも勝てます、モンクロイはね。いやボンバーやべえな。2000ぐらい削ってなかったか、無双です。さあ文句ゲーです。初手ボンからのフェニからの、いや完璧な。マジで強いかんな、こういうのにさ。てかフェニとか出すと基本的に何だろう、何が来る、まずまずくあるが、まあ、フリーズ来たんで、なんだ刻まれてんな。ゴブリンのサイクルね、終わったか、でっけー。左側420残ってんのやば。さあまさかのホグフリーズね、
ワンチャン来んのかな、このフリーズ。まあゴブリン一体には来ねえか。いや、いい許容だったな。エリポン珍しい。エリポン減ったね、そういえば。まあボイドいるかんな、なんだかんだ。いやこれまあ形組むか、組んでちょっかいだけかけて考えるか。反射でダメージ稼いでね。おー、これでも反射できてんのでっか。防衛カード少ねえんだろうね。間に合うかな、やめて、間に合わない。ゴブリン、お、めっちゃ減りそうなんだけど。いやこれ許容します。許容というか自陣で回収します。まあなんかタレコルがしてトリトン出すけど、そっちの相手フリーズボイドなのにさ、いらんかったな。そんな削れるんかな。420、いや大砲壊れます。ってかこれ大砲にさ、あボンバーいけたら扱ったけど、いやフリーズ来るから5打って一発見れない。入れないよん、ボイド削り頑張れっつって。いやこれ残ったのうぜえだろうな、相手して。ん？何？なんか言いたいことあるやついんの？まあこういうのもありますよね。止めてこないんだ。でもフリーズ防衛されちゃうんだよな。まだフリーズ防衛をさせるのも大事だったりするか。ね。フリーズ防衛させなきゃ俺負けちゃうんで、フリーズ防衛させて考えるか。はい。罰金。ホグってマジ弱えな。なんか怖いんだけど。まちょっとね、ワンチャンつかみ負けされそう。いやフリーズは絶対させる。攻めフリー、あどうも、え、あはい、インチキです。ボンバーもいましたわ。文句で削りながら最後はボンフィニッシュ。さあというわけで文句ロイですね。はい、まあロイのこの周りがもう強すぎるんで、この辺で適当に形組んで反射していくとなんとかなるイメージがあります。まあこっちのね、最初に使ったプリンセスロケも、まあ、最強なので、はい皆さんこの2つね使ってみてください。よければちゃんとコガモンします。ではおっしゃまたね。